早速1回戦、まあ、僕対西対芝やっていきましょう。どっちのチームの誰かお題お願いします。ラノンちゃん、はい、お題言いますね。デュエルスタンバイ1問目。はーい、ルルン、デレン、まあ、みんなが買い取りたいと思うであろうっていうもの。え、なんて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 。買い取りたいだろうなって思われるもの。あー。あ、これ。あー。セット。俺のだ。ドロー。俺は。最初にもう、ドローしてるでしょ。こいつに決めた。セット。じゃあ見せてもらいましょうかね。どうぞ。せーの、じゃん、デデン。あー、なに、ミッシーのなんだ、なに、ミッシーのなに。じゃあ私からいきます。はい、なんか段ボールとか雑誌とかまとめる折り紐。あー、めっちゃさ、いるじゃん、絶対どの家庭にも必要じゃん。うーん、絶対いるでしょ、これ。うん、しかも130m もあります。あ、結構あるね。100円、まあ、100円。買い取りたくはねえけどな。買える、買い取るっていうところではね。新品だから行くね、これは。で、千葉の、あ、千葉の、これが5年前まで使ってた iPhone 5S。まだまだ起動もできるし、その、うん、まあ、インターネットとか Wi-Fi とかにつなげれば全然使える。ただバッテリーの消費は早いから。有力ですね。あの、まあ、なんと、あの、カバー付きで。お、買い取りたいな。買い取りたいね。ちょっとじゃあ、リュウ君のは何かな。リュウ君の何、趣味、趣味、趣味で。趣味、え、僕の、どうですかこれ、買い取りたくありませんか。何その、何それ、何、何、え、2000年代のリカちゃん人気見なけ、どうですか、怖い、サイコパスですね。え、リュウ君、なんでそれ、え、彼女、そう、一緒に彼女、あ、ちょっと彼女買い取るのは申し訳ない。無理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 。ちょっとね。いいじゃない。え、りゅうくん、りゅうくん、りゅうくん、それあれでしょ、あの、その服脱がして一緒にお風呂入るんでしょ。そう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 。じゃあ、ニシティの顔。あの、寝る前にお休みのキスをして、朝おはようのキスをするんでしょ。そう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 。やだ、いらないじゃん。余計いらない、どんどんいらなくなる。せーの、シバ、シバ、満場一致ですね。満場一致でシバですね。じゃあ次の問題いきます。次、はい、かっこいいもの。あ、これはもう、これはもうこれよ、買った。お、え、俺も買った。結構好きあるんじゃないですか。買った、これやばい、大勝利ですわ。お、俺のだ、ドロー。じゃあ、ドローしてください、皆さん。俺のターン、ドロー、セット。俺のターン、ドロー。俺もこのモンスターカードをセットするぜ。どうぞ。せーの。え、パッと見全部かっこよくないんだけど。渋い、なんか全部。え、とりあえず、誰から行く。じゃあ、また私から。チームリーをいるじゃん。一瞬、ますか。私は好きな映画の DVD を買ったらついてきた、その映画の主人公の名刺、北海道警察の話なんだけど、北海道警察の名刺、あれ、犯人は怖いやつね、日本で一番悪いやつだ。そうそうそう、それの名刺、あれか、なんか、なるほど、このね、サインみたいなのも書いてある、かっこいいな。おー、え、かっこいい、かっこいいじゃん、警察ってのがいいね。そう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 。じゃあ、また行きますか。
はい、芝野お願いします、はい、僕のは遊戯王カードの究極宝玉神レインボードラゴンなんだよそれ、ガチ遊戯王、ガチ遊戯王出てきてる、何それ、何それ、プリントスリーミーうーんそれをそれセットすればええやん、それをスリーブに入れて持ってきた、上京しただけ。あ、もうそれ誰の、誰のサイン、誰のサイン、あ、これエリマキっていう人の、あ、ヨハンでもよかったんだけどね、あのエリマキっていう人のサインですね攻撃力、攻撃力4000の、まあちょっとね、出す条件難しいけど、出たら一番強くて、まあドラゴンなんでね、かっこいいわけです。ドラゴン。あー、そっか。ちょっと、あくまでかっこいいものを選ぶんだもんね。そうそう。そう。リュウくんのは、かっこよさ。何それ。論外なのが一人いるじゃん。論外なのが。でだれー、みんな大好き、トイストーリーの兵隊さーん。かっこよくない、トイストーリーって言うのかな、かわいい、トイストーリーかわいいじゃん、見てここ、ギリシー顔、いやもうそれ腹こさってんじゃんどんなに言ってもトイストーリーだからダメ、かわいい、もうこっから、下から、下からいらないいらないでれーん、でれーほらかっこいい、なんかそれがさ、かっこいい映画のなんかハリウッド映画とかだったらまだわかるけど、トイストーリーっていうのがかわいい、そうそう、かわいいのよ、ハリウッド映画の俺たち兵隊っていう映画知らない、いや名前かわいい、俺たち兵隊はかわいい、え、私のはね、正義の味方、悪を断つって書いてあるからかっこいい、へぇ、俺あれよ、ここに攻撃力4000ってついてるからね、お前ブルーアイズのホワイトドラゴンよりも高い攻撃力だから、せーの、ニッシー、ニッシー、あー、やっぱ満場一致ですね、アクを立つってのがかっこいいね、かっこいいよね、なるほどね、やっぱ映画っていうのいいね、じゃあ次行きますよ、はい、結構難しいですこれ、せーのじゃない、行きます、はい、いい匂いのするもの、決まった、待って買った意外と自信満々だね、か、もう勝ちすぎたかもしれない、これは毎回自信あるじゃん、ちょっと毎回自信あるけど毎回ずれる、ここで俺に票入れなきゃ、大丈夫か、ダメだぞ、頼む、ヘッド、ドローじゃあ見せていただきましょう、オープン、せーの、ドン、はい、じゃーん、うわー結構あるって来た来た負けに行ったんじゃ伝わる、くさい、負けに行ったんじゃ、ネタに行ったな、笑いだわ、笑いに行ったわ、まあ順番に話しこうや、ニッシーそれ、はい、まずニッシーからいきます、はい、お願いします、ニッシーは、ニッシーがいつも使ってる素肌にいつも使ってるプラフープ強調するね、素肌にも使ってます、あ、まあ、ニッシーの素肌臭いわけがないね、そう、いい匂いだから、そうだよねいや、そういう付与効果あんの、俺だって素肌に使ってるぞじゃあ次、画面から匂いが、匂いが、芝の、俺から行こうかな、これ僕が洗顔した後にいつも使ってるオールインワンタイプの、まあ、乳液とかが転がったオレンジの香りがする化粧水、みたいな、なんか1000円ぐらいで、そうコスパ良くて、使った後もちょっと肌もちもちになるから割と気に入ってる、あ、オレンジだって匂わせ、匂わせ、いや、結成する前から使っておりますので、匂わせではございません。でもさ、ほぼそれニッシーじゃん。いや、それ暴論、ね。それ暴論。ニッシーのやつとさ、シバのやつって匂い一緒じゃない、もしかしたら。一緒じゃないでしょ。じゃあシバが勝っても私の勝ちじゃん。いや。あ、でも僕は、普段からこれ使ってます。そろそろ買い替えかな。なくなるんで、新しいの買おうかなと。じゃあ、ちょっとどこ見てんの、僕のターンですか、はい、あなたのターン、ゆうくんいる、これ僕普段、素肌に使ってて
僕が1日入った後の靴下になります。いい匂いします。お風呂上がりの匂いします。いいね、まあ、いいね。ちょっとね、これ入って、ね、運動とかしたんでちょっとね、この辺ちょっと黒くなってるんですけども、これも込みで、やばい、失礼しちゃったよ、ニッシー。ニッシーやばい。これね、これ何か魅力的かっていうと、これ結構フローラルな香りがするんですね。まあ匂っていただければわかるんですけども、結構柑橘系の酸っぱい匂いします。よく持ってたね。柑橘系の酸っぱい匂いは、それはもうだ汗です。これも僕、あのニッシーと同様素肌に使ってますんで、結構価値上がるのかなと。素肌以外で使う部分あんのかい。これいい勝負だな、いい勝負。いい勝負だね。この、あの毛玉の感じとか見てもらって、ちょっと立体的にもなりますし。あー、いいね。でしょ、これいい勝負だって。いいねって。ちょっと今飛び抜けてるな、今。これめっちゃいい。ちなみに今使ってる？え？ちょっと有力候補。ちなみにそれ今使ってる？え、これ今使っ、あの、これ今日写真撮りました。なるほど。ほやほやなの。使用済みね。はい。ちょっと現物ないの、現物。あ、現物持ってきます。ちょっと現物見たいな。もっと臭くなるんで。ちょっと生で見たいの、生で。やばいフェチの人いる。いや、もう一回行こう。あの、結果行こう、結果。せーの。ニッシー。ニッシー。シバ。あー。2対1で、ニッシーの勝利です。ニッシー。やっぱね。ニッシーが実際にいい匂いってのを知ってるから、うんうん、おめえ黄色こらってめえ俺の靴下の匂い知らねえだろこらお前。おい、せえよ、絶対臭い。おめえ、だって黒ずんでたじゃん。それな、黒ずみ込んでる。結構入りすぎ。じゃあ、じゃあ次の1位が1位、ニッシー。ニッシーはこのまま決勝戦進出です。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、チーム変えて、そっちのチーム行きましょうか。はい、頑張れ、行きましょう。お題を出しますね。はい、はい、強そうなもの。おー、勝ったぞ。 OK、決まった。 OK、強そう、勝っただろう。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、でもトマはもう決まってるっぽいな。ね、何？強そうって何？決まった。決まった、決まった。じゃあそれでは、どうぞ。俺のターン、ドロー。そっから？俺のターン。そっから行くの。スイ。ああ。のんちゃんのがわかんだね。これ、キヨケンの醤油です。え、キヨケンの醤油いっぱい集めたやつ。はい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 、強いでしょ、これは醤油。なるほどね。か、数ね。え、いっぱいある。トモモは圧倒的にすごいよね。もう、わかりやすい。ダンベル、わかりやすい。ダンベルもう最強でしょ、これ。みゆきちは、それ、どうしたの。好きなものの紹介。あの、どうしたの。お昼ご飯。これ、恋って書いてあるから強いかなって。恋と強いは一貫じゃねえな。急すぎる。しかもこれ、見て、宇宙規模だから。せーの。せーの。トモ。はい、はい、はい、強い。じゃあ次、私。はい、はい、はい。じゃあ、異性にモテそうなもの。あ、おお、これ、モテるんじゃないかな。お、のんちゃん自信あるね。自信ありますよ。決めた。モテそうなものか。おわ、これ、トモ悩んでるね。ドロー。オッケー、オッケー。せーの。の。あー、あー、え、これでしょ。なんかめっちゃわかるわ。迷うわ、ま、サングラスはそうね、かっこいいもんね。ちなみに、ちなみに、ありちなみにこれ、レイバン、レイバン。うわ、うわ、あー、いいレイバン、いいね。うわ、いいのつけてんね。え、みゆきちは、なんでみつりさん、かんろじさん、
かわいい。かわいい。かわいい。光を持てる。かわいい。これ、鬼滅を好きな男の子と仲良くなれるきっかけにもなる、このキーホルダー一つで。かわいいね。あの、最後聞く必要ある？いや、あるだろこれ。ガラスーパー何？今だってさ、食べ物に入れたら何でも美味しくなる。女子力高い。じゃあそれ、あの、調味料力が高いだけで女子力は高くない。女子力は違う。嘘、めっちゃ女子力の塊です、これは。せーの。せーの。みゆきち。みゆきち。あ、みゆきちだ。やった。やった。3回戦だね。やっちゃ。やったるで。じゃあ、僕、いきまーす。お題。小さいもの。勝った。おお。なかった。決まった。あ、みんな自信あるね。ああ。ああ。オッケー。いくよ。ねえ、取りたいな。せーの。うん、うわ、小さいな。ああ。全部ちっちゃいな。友の何？これハンコ。あーちっちゃい。ちっちゃいな。で、みゆきちは、かのじさんね。はい、もうこれ可愛いからでも優勝でしょ。あ、そういう感じ？可愛いじゃないでしょ、うん、お題。可愛いんじゃない？何も勝てないよ。キットカットです。うわ、キットカットね、それ。あー。決まった。俺も。決まった。せーの、とも、あのんちゃん、お、とも、とも、あー、決勝戦進出。決勝戦行きましょう。じゃあ一本勝負。お、一本勝負みたいだから。一本勝負。決勝戦スタート。お題、エモいもの。せーの。あー、エモいな。エモいな。何それ、しゃくれてんな。じゃあ私から言います。はい、花火です。夏にやる花火の71本ボリューム満点のやつ。エモさん、エモさん満点。エモい、エモいですよ。そしてこれ、しゃくれるプラネットっていう、いいじゃん、なんかあの、動物がしゃくれてるやつ。せーの。せーの。せーの。ニッシー。はい、おめでとう。優勝。いや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 。おめでとうございます。じゃあ今回の動画は、こんな感じで。以上。忘れてない。バイバーイ。バイバーイ。